しいただきます。まずこりゃ相当なもんね。これほどまずいうなぎ食べたの初めて。これもある意味才能かしら。水だ。お茶がいいな。ごちそうさま。ありがとう。これもまあいい思い出になったわ。じゃあ思い出私ね、明日から女郎屋で働くの。だから自由に歩き回れるのも今日で最後。旦那の借金を抑えてその方にね。まあよくある話よね。じゃあね、バイバイ。気合入れて引きや。ただいま。一応聞くけど何やってんの。